XRV7 班、DIY レストラ第4回目になります。今回はリア周りの、分解を行います。前編ですね。まず車体の右側現状ですね、ボルト類は全て錆びてます。またリアホイールはちょっとですね、アルミの腐食で穴が、傷んでるとかかなりあって、ちょっと使えそうもないですね。で左側です、チェーンはもちろんダメです。ただディスクの裏側がですね、錆びてますね。表側は綺麗なんですけども、あとステップ周りですね、一旦、リアのステップとフロントのステップ周りを、外します。こんな感じですね。あとステップですね。またサイドスタンドがですね、かなりひどくてですね、ちょっと対策を考えないといけないです。今、スタンドセンサーですね、外しました。はい、これで、ステップが外れました。で右側の、次はブレーキキャリパーですね、そして、リアのタイヤを外します。まだキャリパーはですね、ラインがついたままになります。はい、タイヤがなんとか外れました。でキャリパーですね、ラインを外さないで、このようにリアの、ブレーキをですね、手で押して、先にピストンを抜いちゃいます。でこれをすることにより、ピストンが簡単に抜くことができます。あ、今取れましたね。はい、このように取れます。あとはですね、ラインを、切り離します。あらかじめ、このラインのボルトは一旦緩めて軽く締めとくで、キャリパーをピストンを外すといいかと思います。で今ビニール袋に、袋に入れた状態で、キャリパーが外れました。でキャリパーの方は、普通通り、きれいに掃除をして、あとはシールの部品待ちになります。でリアショックですね、すごいことになってます。で一旦バラすんですけども、まずスプリングをですね、スプリングコンプレッサー、これ車用のやつがあったんでこれをたまたま使ったんですけども、これでスプリングを縮めて、バイスにかまして、下側のネジを外します。でこれで外れました。で一旦部品ですね、チェックします。でリアショックなんですけども、こちらの方もちょっと分解しようかと思ったんですが、かなり、押したり引いたりしてみて、かなり良かったんで、清掃だけに留めました。あとは、カラーとかはちょっと新品部品に交換して、スプリングを赤く塗ってみました。なぜ赤かって言われちゃうとちょっと困っちゃうんですけども、なんかたまたまあった塗料が赤があったんで赤で塗ってみました。はい、今回はここまでとなります。次回は、リア周りの後編になります。引き続き、よかったら動画見てください。